はい皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋貴子です本日のテーマは「あなたは大丈夫こんなお金の使い方をしていたら要注意」というテーマでお話をしていきたいと思います、えー、と今日はねあの珍しくお金をテーマにしたお話をしたいと思います、えー、そのきっかけになった本はですねこちらの本ですね えっと、あの非常に尊敬しているあのお金の専門家でもあり超ベストセラー作家の本田健さんということであのもちろん、えっと、経済的な部分とかそういったお話もすごくするんですけれどもスピリチュアルマインドみたいなところの、ね、お話とかもしてくださる内容で私いろいろ感情シリーズの本とかいろいろ書いてるっていうのもあって非常にこうなんかシンクロニシティを感じる えー、すごくこう尊敬をする、えー、メンターでもあり、まあ、作家でもあり実業家でもありっていう、まあ、本田健さんの,あの本が、ね、あの出たんですけれどもこの本お金の本なんですけれども、まあ、端的に言うとですね、まあ、人生に向き合う本だなっていうふうに思って拝読させていただいていたんです。 でそんな中であの、えっと、耳で聞くビジネス書ということでクラブハウスの人気ルームで8時からあのやっている下妻豊子さんが、ね、主催でやっている耳ビジット通称呼ばれているそのルームで、まあ、本田健さんがこの新刊の発売の記念でいろいろなこう質問皆さんの、ね、質問に答えながらお話をしている中であの非常にです、ねまあ、特に教室業の 先生とか、まあ、あとはそうだな、女性起業家とか、まあ、そういうタイプの人たちにありがちなお金の使い方、どうなんでしょうっていうのを、ちょっとね、あのー、改めてちょっと聞いてほしくてですね、このテーマを取り上げることにしました。お金です、テーマはね。で、私が今回取り上げたテーマは、あなたは大丈夫こんなお金の使い方をしていたら、 要注意という要要注意の話、まあ、要注意意話って言ってるってことはそういう人々を何人も見てきてるということになりますのでそのテーマでねお伝えをしていきたいと思います、はい、ではね本題に入りたいと思います えっと、この話をしようと思ったきっかけが、えっと、実はその、ケンさんにね、対して、あの、ご質問がね、その、ウミビチサポーターズクラブっていうメンバーになると、感想を言ったりする中で質問とかね、さらっと書いたりすることができるんですね。でその時に、まあ、実際にリアルで本田ケンさんがお答えをしていた内容と質問の内容をね、あの、ざっくりかいつまんでお伝えするんですけれども、あの、皆さん、えっと、お金がね、 なくなっていく理由。まあ、たまらない、たまらない理由って、まあ、何なのかっていう話は、まあ、普通に考えれば、小学生でもわかる話です。つまり、えっ、ー、と、今よりも収入を上げれば、入ってくるお金を増やせば、残るお金増える可能性があるじゃないですか。可能性って私言ってますよ。増えたら増えた分使っちゃう人はたまらないからね。<laughs> 一応、収入を上げると、 貯、まあ、まるであろうお金とか使えるお金増えるよねっていうことですね。で、もう一つは単純に浪費と言われる出費を減ら,し減らすこと節約っていうことになるのかもしれませんけど無駄なものは買わないとかでそういうこのバランスをとっていくと当然経済状況は確実に変わっていきますよねっていうことなんです。 で、例えば、まあ私もね、たまにやりますけれども、なんか100円ショップとか1回なんか買い物行くじゃないですか。そうするとぐるぐるって回っちゃうと、なんだかついで買いとかしちゃって、カゴの中3000円ぐらい普通に使っちゃってるみたいな、い100円ショップ行ったはずなのにみたいな。まあもちろんその時にね、本当に使う使うよね、これはって思ったものをついで買いしてるのもあるけど、 突き詰めて考えるとそこまで本当にいるかどうかわかんないものをついで買いしちゃってるっていうケースもあるんですよね。まあ、だから、あのー、そういうこう、なんかなんとなくダラっと買っちゃうみたいな、そういうことでね、お金を無駄遣いするみたいな系の人いるっていう。まあ私もそういう、そういうものに関してはそういう使い方をすることもあるし、あとは、あのー、なんだろうな、チャンスというか、これも、 二度と会えないかもみたいな要は一点物の何か欲しいものの時に心がぐらっと揺れて衝動買いみたいなのもよくやります一点物って弱いんですよ私前から例えば欲しいかなってうっすら思ってたやつが一点物として目の前にドーン出るとやっぱ買っちゃったりしますねカードで。<laughs> でえっとこ,この時に考えなきゃいけないのがいやそれは衝動買いしたとしても 回収をしようと思って衝動買いし,してるかどうかなんですよ。でここで回収ができないような買い方をしてしまうとあの結局それは負債になるからまあお金なくなりますよね当たり前ですけど。じゃあ私なんでそれを買うことができるかっていうとそれを買うときにあ じゃあ今、展開している口座、えっと、この金額のこの口座があるから、まあ、具体的に言うと60万円とか50万円ぐらいの口座だったんですけどね、当時で。それを100万ぐらい使っちゃったんですけど2人に売ればとりあえずどうにかなるだろうと思って2人ぐらいだったら売れるかなって思ったんですよ。まあ、それもあってサクッと、あの書道買いをしてるんですけれどもねで。それは私がそういう仕事を持っていてそういう経済状況とあと、 あの足りない時には稼ぐで稼ごうと思って稼げるっていう今までの自分の中での実績と自信と信頼があるのでそういうお金の使い方先行投資とい一般的に世の中に言われるお金の使い方をしているのは過去からの経験値で、えー、そういうものをこれぐらいの期間で売れるかなと思って売ってきてる実績があるからポンとできるっていうのはあります。 だから、もう一回言うんですけど、お金が残らないっていう場合には、収入を上げるか、節約をするか、支出を減らすか、もうこれしかなくて、両方やるとすっごい早くお金貯まります。で、私の気質は、節約気質がすごく向いてないんですよ。すごく向いてないんですよって、自分でこんなに、あの、堂々というのもどうかと思うんですけど、<laughs> あの、節約を10円頑張るんだったら、100円儲ける方がいいっていうタイプなんですよ。 10, 10円を減らすように一生懸命何を切り詰めるか考えると心がすさんできちゃうんです。<laughs> だから、だったら10円節約するぐらいだったら100円儲けようっていう感覚。100円儲けるためにどうするか考える方が心が楽だしワクワクするし実際にお金が入ってくるから楽しい、楽しいんですよ。だから私は使いたいお金の量よりも 激しく稼ぎたいっていう状態で稼ぐタイプなんです。どっちかっていうと。だから、節約っていうのは、まあ、まあ、いっかっていう感じなんです。そっちを減らす方にエネルギー使わないんです。稼ぐ方にエネルギー使えば、使える幅が大きくなるから、まあ、まあ、まあ、そういう感じなんですよ。<laughs> はい。それがね、私の基本的な、まず、あの、収入を上げることと支出を減らすことっていうバランスの、私の個人的な 概念です。なので、えっと、当然、節約志向でやる方、稼げる予定が全くない、そんなの無理っていう方は、節約の方で頑張るしかないですね。まあ、あとは、複数の収入源っていう意味では、会社員であっても今、副業を許される会社もまあまあ増えてきてるので、副業とかをしながら増やすとかね。私は前からですね、あの、事業をやるときには、最低3つの種類で、業界とトレンドが 違うビジネスをやるっていうのは前からあの考えていてやっているんですよ、実際に。例えば、パン教室はやってたけれども、うん、と電子書籍の講師やったりあとスピリチュアルの占い系のものをビジネスにくっつけるみたいなこれ全く業界違うじゃないですかそうするとどこかの業界がこけても全部一気にこけるっていうのは少ないんですよね、業種、業態が全く違うと。 だから必ず保険的な意味で違う業界のものも手を出しておくっていうのもやっぱりやってるので,でその手を出すタイミングっていうのはどれか一つはすごい集中してちゃんと柱にしますで柱がうまくいってる時に他の新しいことをやって失敗してもいい状態でトライするっていうのを繰り返してきました。でこれがねあんんまり私の場合はでででですすよききちちゃゃうう人とかできちゃうんですけど あのー、ホリエモンのように、ね、30個とか同時に動かしたりとかできる人もいるんですけれども私はちょっとそれができないタイプなので、まあ、5個ぐらいまではできるんですけれども、うんあのー、その人の性質によるっていうところがありますね。はい、なので、まあ、そうやってあの柱とかも増やしてきていて、まあ、やっているということでなるべくこうバランスでどこかに偏りすぎて ダメになった時全てこけるみたいなことはしないようにしてたりとかしていました。はいで余談なんですけど、これは私のまた持論なんですが、えっと家,家族と共々に同じ仕事をしない自営業っていうのをあのも目標にしてるんです。だから例えば私は会社の社長 になってるんですけどそこにうちの旦那は経理とか総務ができるんですがそこに経理総務として旦那を入れるっていうのは絶対にしないですあのもうそうそれがうまくいくタイプの家の人もいるかもしれないけどもう家の中も会社も全部一緒でしかも数字も見られている状態でっていうともう息苦しくて死にそうとか思っちゃうから私は絶対に家族と一緒には、えー、授業はやらないタイプです それもリ,リスクヘッジなんですよ。自分がこけても、例えば違うとこで働いてるっていうふうになれば、こける時期がずれる可能性があるじゃないですか。一緒に事業をやったら一緒に友倒れなので、それ嫌だよねって言って、そこもリスク分散してるので、あの、会社の仕事手伝うよう的なことを言われても、私は絶対にノーサンキューです。あの、自分で、あの、どこでもいいから、 働くか自立して会社員でやってお給料もらうタイプか自営で違う自営で事業を起こすかどっちかにして私と一緒の状態にはならない違う業界でやってくださいみたいなそういうタイプなんです。はい、だからそういうあらゆる意味でリスクヘッジもしているっていうことでまあお金に対する向き合い方はコントロールしているんですね。で あのー、じゃあその中でねよく皆さんが使う自己投資っっていう言葉ががテーマに上がったんですよ自己投資ねやばいですよね私も自己投資という名目において結構学びをよくやるタイプの方,方じゃない人なんですけど皆さんのね話を聞いてると自己投資はねどう考えたらいいのか。 っていうことで特にね、サラリーマンの方とかだったりすると定期的に収入が入ってくるのが当たり前っていう状態の中からなんか習い事とか未来の勉強するっていうのは安定的なところから出していくから大丈夫じゃないですか。だけど場合によっては稼げてないのに稼ぐための学びをするための先行投資っていうのをやっちゃう時にまあ、恐れっていうのは当然出てきますよね。その時のお金の使い方はどういうふうに考えるかっていう話。 ですね自己投資に関してはでその時に「あこれはねあの多いよねこのタイプの人」って私が思ったのがその自己投資ってある種中毒性があるんですよって本田健さんが言ってたんですそうだって思ったんですこの言葉はね刺さる方多いと思うんですけれども中毒性があるんですよつまり何か教材を買うセミナーに行く なんかそういう企業塾に入るなんかそういうねビジネスコンサルタントつける、まあ、何でもいいですよそれを買った瞬間になんか自分できちゃったような気がするみたいな <laughs> 心が満足するみたいなうん多分ドーパミンが出ちゃうんじゃないですかねなんか一瞬セロトニンですかちょっとこう嬉しい養分が出るんじゃないですかねでも本当にお金を稼ぐって言ったら 聞いた後やったり行動しないとお金に転換しないんだけれども、一瞬なんかうまくいっちゃった気がするんですよね、お金を払ったことによって。で、嬉しい気持ちになる。なんかできちゃった気がする。で、次にまた似たようなものなのか、また違うものかわからないですけど、自分が興味がある、この資格を取ったら、あ、こうできそう。で、またお金払う。で、また見つけちゃうんです、そういう人に限って。 うん、これやったらこうなりそうみたいなね。で、そういうのを3つ4つ繰り返して100万とか200万の借金の状態で、で、本事業がその速度以上にうまく回んないと、借金がどんどん増えていくんですよ。自己破産まではいかないですけど、生活がね、立ち行かなくなるみたいなタイプの人とかいて、その人って、私からするとですよ、あの、 学んで、稼ぐために学んでるんだとしたら、その学びがじゃあ10万円だったら、これ私のマイルールです。10万円の口座で学んだら50万円稼ぐ。つまり5倍を稼ぐつもりでその口座から吸収するっていう印象なんですよ。だから30万円の口座だったら150万稼ぐ。50万円の口座だったら250万稼ぐ。 という計算でそれを投資するんです。ということは、それを50万かけて学ぶって言ったら、その内容からどういう講座を作って、どういう動きをすれば、じゃあ250万円いけるのかって、最初から計算をして学びに入ります。そういう投資として学ぶときには。ということは学び終わったらすぐそれがマネタイズできるように、学びながら準備してるんですよ。だって出ないと回収期間遅れちゃうじゃないですか。 だから私は基本そういう考え方でやっているので、まあ、当たり前ですけど、まあ、魅力的な講座ってありますよで、私もアーカイブで見ながらどうにか処理をしていこうってバンバンバンってお金を払っちゃう時ありますリアルで参加できる方が本当は吸収がいいっていうのは分かっててもんですけどねその内容そのものをこう加工すればきっといい感じの講座作れるなあっていう印象でやる場合にはしょうがないんです、魅力的なものが重なっちゃう時には。 じゃあそれがポンポンポンって買ったらそれが70万とか80万になりましたって言ったらそのまあ学びを全部生かした状態で組み合わせしようが何をしようがどうでも構わないんですけど80万使ったら400万です400万じゃ稼ぐためにはどうするんだっていうそういう感覚に考えてその この資格とかだけでやれるっていうんじゃなくて、その時学んだ、ごっちゃり学んだやつ。まあ、なんなら1年単位でもいいですよ。1年間に、まあ、300万とか400万ぐらい私使っちゃうこととかありますけれども、400万使うんだったら5倍だから、四五20だから2000万ですよね。2000万級の仕事をどうやって作るかっていうのを考えたりとかはします。まあ、なかなか400万で2000万ってちょっと辛い時もありますけれども、うん。 あの学びを得るっていう自己投資っていうニュアンスは私そうやって考えて投資をするので大体いい学んだ分は、まあ、回収できるように努力をしますつまり回収できるように努力をするということは学んだことをちゃんと実践するしアウトプットもするし口座にもするし売るしっていうのを全部一連のことをやるんですよ。 だから学びだ、投資だっていうお金のその何ですかね。えー、っと、仕事に生かすんだって考えてやるものはそういう計算します。だけど、うん、そんなガツガツガツしなくてどうでもどうでもいいっていう言い方変ですけど、お金に変えるんだっていうふうに決意してないものは自分のポケットマネーから出す感覚に近い状態でやってます。例えば、 サックスなんかは趣味の領域です。まあ、趣味の領域だけど仕事の中に入れ込むような動きをすると、えー、仕事も楽しくなるよねっていう私の趣味領域を仕事に。 無理やり入れちゃってやったりとかしてるのでライブツアーとかやったりしてるんですけどサックスはじゃあそれでじゃあ例えば習い事的なものがね、まあ、月に6万とかかかっていてじゃあサックス1本カード50万とか70万とかしたとしてそれをじゃあサックスの演奏代であのペイしますかってしないですよ、それは趣味の領域なんですだからポケットマネーから出ていくようなタイプのお金っていう領域でちゃんと分けて考えてるんです。 でこの中でそのどんどこどんどこ買っちゃってそれを回収するっていう、えー、意識もなく買ってしまうタイプの人っていうのは一種のだから中毒買い物依存症に近くてセミナーとか資格取得依存症って私思って、まあ、セミナージプシーとか資格ジプシーっていう言葉とかねあのよく使うんですけれども依存症に近いなと思っていて。 セッションをね、させていただいたときに、借金まみれになった状態で私の目の前に現れる方もいらっしゃるんです。あのー、一人の方だけじゃないです。数人、そういう方と出会い。そして、なぜ、 なぜそんなことになってるのかっていうのは聞いたりしますね。だって、一個の学びをやって成果が出てない状態で、次のところにもまたカードで切って入っていて、で、その後また成果が出てないのに、次のところでまたカード切って入ってるんですよ。で、そうすると、そこがやっぱ負債が180万とか200万になっていって、そのカードのね、決済の仕方にもよるんでしょうけど、月々が10万とか12万の支払いとかになってっちゃってるんですよ。これって、 その稼ぐって決めてやったんだったらその内容の審議は別としてですよ少なくとも最低でもそのお金はクリアした状態かクリアできる見込みが立って次の投資やるべきでしょうって思うんですよだってなかなか大変ですよ12万の,その学びのお金を返していくっていうのって結構ね。 だから、あのー、次から次へと学ぶ人ってその時の一瞬の快楽が欲しいつまり私って何か学んでるから今、売り上げ上がってないけどきっと上がるはずみんなだって周りそういう人いるしっていう中に埋没することによって安心感を得てるっていうタイプの人も多いなと思ってますなぜならば回収の意識が全然ないからです。 やっぱり自分の月々に使えるお金の上限を上げたければ稼いだ上で上げてそこのお金から出していくかもう売れるのが分かってて学ぶかどっちかなんですよね、大体ねだから次から次へと講座を学ぶタイプの人は要注意です、まずその講座で成果を出すっていうことを第一目標にしてほしい、うん、それほどやらないんですよ、次から次へと学ぶから。その 学びの1個目の学びがめちゃくちゃ良かったとしても、66実践もしないうちに次の何だか買っちゃうんですよ。それは自分の安心のため、中毒、買い物依存症とほぼ一緒だと私は思っています。だって払える限度額超えてるんですもん、すでに。だって稼げてないから。っていう、そういう状態の人を、ちょっと破綻しがちなタイプの人を最近見かけたり、というかお話をね。 伺うこととかが多いです、はい、だからどこかで一旦死に物狂いで一回回収するほどまで売り上げ上げるってことをやってほしいんですよ連鎖断ち切るために。全く同じことを本田健さんも言ってましたねそういうタイプの人はまず一個の学びでもうやりきってでお金稼いだ状態にならないと次に行かないって決めるそれまではもうやりきってやりきって他のことは耳に入れないっていうぐらいにやった上で。 次に行くみたいなのがいいって言ってました。でないとどんどこどんどこ学びだ学びだって、まあ、変に快楽的な要素がありますからね依存症中毒症になるっていうのもすごくよくわかるし実際にそういう人何人も見てきてるので,でそういう人はどっかで断ち切ると本気で自分が変わらない限りやっぱりこれってお酒の依存症と変わらないなと思いますけどお酒を断つって決めてね 重度のアルコール依存症とかで手が震えて行っちゃったりとかで、ね、するじゃないですか。で、それが結局セミナーとか、なんか、あの、そういう学びをやってる自分って、なんかやってるから安心しちゃうみたいな、安心を買ってるけど実践しないっていう、そして借金だけどんどん増えるみたいな、そういうタイプの方がいらっしゃるんです。だから、言い得て、あの、妙だなっていうのをすごい感じたのが、 あのやっぱり依存症っていう言葉がぴったりだなと思ってセミナー依存症ですね、はい、自己啓発もその系かもしれませんなんなかそれを聞くと自分がなんか買われるような気がして高額のねそういうもの高額のものを買うの悪いって言わないんですよ言わないけどそれによって得れる成果に対して ちゃんとお金を払うって決めるんだったら特に資格系のはそうなんですけどそれで稼ぐっていう状態まで持っていくっていうのをやってから次に手を出すっていうこのサイクルでやらない限りにおいては借金増えるだけですよねっていう感じですねで、借金が増えすぎると結局売上を必死で上げなきゃっていう状態になっちゃうじゃないですかその必死さが頑張ろうっていう必死さよりも 悲壮感に近い必死さなんですよでそうするとその悲壮感に近い必死さって全部文章から発信からに出ちゃうから余計にお客さんなんかやばそうとか思ってうん行かないから余計に売れないそして借金だけ残るっていうそういう感じになるのでまずそのうん自分の性質を理解してまあここのね本に書いてあるんだけれどもお金は逃げない お金から逃げてきたのはあなただって書いてあるんですけど、向き合い方です。うん。要は、口座を買えば、素敵な自分になれちゃったような気がする、安心感みたいなのを買うっていうのをやめましょうって。うん。お金にしたいものとして学ぶ場合には、実践してなんぼなんで、そこを履き違えない方がいい。つまり、実践してなんぼっていうことは、行動しなければ意味がないし、 そのお金を回収する期間が人によってはめちゃくちゃ短くないとそれこそ家の経済として死んじゃうっていう方は死に物ぐらいで3ヶ月で変わろうと決めて本当に変わるとかねそういうお金の使い方をしないと永遠にどうにもならないっていうことになっちゃうんでうんお金のね使い方が特にその自己投資っていうきれいな言葉でね まとめちゃって <laughs>、えー、隠れみのに隠れていて私自己投資してますとかっていう人いるんですけどお金全体のバランスの使い方はやっぱり見直してほしくて特にその口座受講の支払い能力が月の30%を超えたらもうまずいですよ家賃やら何やらいろいろあるじゃないですかだからね30万しか稼げてないのに9万円支払いがあるとかおかしい。 ですよやっぱりうんなので私は、えー、となるべくパーぐらいにに収まるるようにと思ってるんですだから30万だったら10%とかって3万円じゃないですかこれが300万とかだったら10%で30万いい感じですよねだからそうするとあのー、10%30 万ぐらい月に使いたいなと思うんだったら月に300万ぐらい稼ぐイメージ にしようっていう逆算もできますだから10%の領域っていうのは、うん、結構一つ大事な領域だなと思っているのとあとはお金って回ってくるしちゃんと稼げば稼げるんだという自分への信頼を持てるかどうかですねあの博打的に使ってる人が結構多いです博打的に使ったことにしないようにするためには現実を作りに行けばいいだけの話なので 使っただけの効果と成果を出していくんだっていう意気込みを持って使えば必ずそこはお金回っていくようになるのでだから無謀な出費はしないし綺麗な言葉でごまかさないっていう <laughs> そこ大事かなっていうふうに思ってますでちなみに冒頭申し上げたように私は先行投資的なことはやるタイプです、はい その時の収入よりもちょっと多いかなって思う額も使っちゃうタイプです。だけれども、多分それを依存症のように買ってしまう人と大きな違いは必ずどこかの地点でそれが、えっと、5倍回収になるように最初から目標を決めて動いて商品も販売してみま見てます、実際に。だから例えば1年で回収したかったのにずれちゃって1年半だ。 っていう場合もありますし、1年で回収しようかなと思ってたんだけれども、思うよりも、あいい感じに売れちゃって3ヶ月で回収とかな、なんなら翌日回収とかいう時とかもあるんですけれども、そういう考え方で、セミナーとか、資格とか、講座とかっていうことに自己投資という名目でお金を使う場合には考えてほしいなっていうふうに思いました。はい。以上まとめていきます。あなたは大丈夫 こんなお金を使い方をしていたら要注意。はい自己投資という名目において払う金額の総額を考えずに次から次へと手を出して安心感を得てしまう、えー、セミナーないしは口座購入依存症の人気をつけてください。はい <laughs> ということをお話しさせていただきました。ちょっとね あのちょうどこの本よ,よい本なのでぜひね読んでみていただけたらと思いますとても分かりやすく書いているしお金への向き合い方人生の向き合い方があよく分かる本になってるなっていうふうに思いますので、はい、ぜひご参考にしてください。それでは